岡田康博は、日本の政治家。兵庫県加古川市長。元衆議院議員。米国公認会計士。大学時代には、高田真由子らが所属していた競技スキー同好会に、所属。同級生に、前場高子や農家学者の中野信子らがいる。神戸市垂水区生まれ。白寮中学校、高等学校、東京大学工学部卒業後。 ハーバード大学公衆衛生大学院に留学し、修士課程を修了。その後、経営コンサルタント会社に勤務。その後、兵庫県に帰郷し、加古川市に居住する。2003年、第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で、兵庫10区から出馬するが、自由民主党前職の都会木三郎に敗れ、重複立候補していた比例近畿ブロックにおいても、 時点で落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも票50区から民主党公認で出馬したが、再び都会に敗れ、落選。ただし郵政解散により民主党への逆風が吹き荒れる中で、前回の総選挙よりも得票数を上げ、赤配率を伸ばして検討した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、 今日10区で都会に比例復活すら許さない大差をつけて破り、初当選した。事業仕分けにおける第3弾特別会計事業仕分けでは仕分け人を務め、社会資本整備特別会計や自動車安全特別会計等、九州の特別会計事業の仕分けを担当する。民主党では税制調査会事務局次長や行政改革調査会事務局次長を務めた。 2012年の第46回衆議院議員総選挙では、前回に比べ得票数を6割減らし得票率は27.6%、兵庫10区で前回下した都会に3万票調の大差で敗れ、比例復活もならず落選。なお、兵庫10区では、東京大学の同窓であり、かつ、同性の候補者である岡田久雄が、日本維新の会から立候補し、話題になった。 2012年の落選後はパソナグループへ再就職し、在職中に米国公認会計士試験の FAR の合格を公表。その後、オーストラリアドル、レギュラー、ベックなどの全科目に合格し、米国公認会計士のライセンスを取得。2013年8月、第23回参議院議員通常選挙が取り行われたのを契機に、 民主党兵庫県第10区総支部代表の地位を返上し民主党を離党した。また、2013年6月には加古川市長選挙への立候補の意向が取り沙汰されていたが2014年2月27日加古川市長選挙への出馬を明言し、その後3月16日に記者会見を開いて正式に無所属での出馬を表明した。 同年6月22日党開票の加古川市長選挙は、総勢5人の争いとなり、自民党が支持した前市長の後継指名候補や、維新の党が支持した全県議らに大差をつけて岡田が当選した。同年7月9日、加古川市役所に初登庁し、正式に市長に就任した。二千十四年十二月十四日の第十七回衆議院議員総選挙に際しては、 兵庫十区の対立候補であった自民党の都会、木三郎の出陣式に出席し、都会への支持を表明。民主党は兵庫十区に候補を擁立せず、都会が当選した。2018年6月、加古川市長選挙にて、得票率83.1%の大差で再選。ありがとうございます。